船で釣りをしていこうと思いまして、釣り竿を買ったんですよ。ディアルーナ BS ボートシーバス、長さが S610M 6.1 フィート、ルアーマチックとかソアレ BB、 シーバスロットは Amazon で買ったやつ持ってたんですけど、それだとちょっと長いんじゃないかって言われてて、船サイズの私の船にちょうどいいだろうという、釣り竿を買いました。動画初登場。リールはストラディックの C3000 番です。ここね、スーパージグマンの16ポンドだったかな、16ポンド、後でちゃんと調べて下のリンクに Amazon か何か貼り付けておきます。それとこれも買ってきました。これはダイワさんのこんな感じのやつ。あ、これかな、あれ違うな、箱違う、これかと思って箱持ってきたけどちょっと違った。あ、ただ波が高いからどうだろう、どれぐらい海に入れるのかわかんないんですけど、行ってきます。釣りをしていく。あ、釣れちゃったらどうしよう。波があってこっちに押されます。
波に波が強かったら速攻で帰ってきます私。怖いんで。小さい船なんでね。あと湾内はいいんですけど、出た時にうねりがどれぐらいあるかですよね。うわー、ちょっとどうだろうな。他にも出てる方はいらっしゃって、船は下ろせたので、安全面的には大丈夫なんですけど、私の自信の問題です。
一番初めてで、ちょっとこれ運転しながら釣りするってちょっと難しそうなんで、今日のところはちょっとでも怖いなって思っちゃったんで帰ります。全然大丈夫なんですけど、ただ私が波に慣れていない。はあ、緊張する。ただ景色は綺麗。見てほしい、この景色は見てほしい。綺麗です。今日も米山さんは綺麗です。私は帰りますよ。わあ、後ろから来る波ってこんな感じになるんですね。おー、すごい、波乗りする時のふわーんっていうのに似てます。わあ、怖い。船のキャパ的には全然大丈夫だよとかって言われそうですけど、私が慣れてないから怖いけど楽しい。経験を積んでレベルアップしました。